表紙、見返し、扉、帯、外箱のある本は、箱のデザイン、材料の選択を含めた、造本の一連の工程、またはその一生を意味する。和風装定の一例また、装定を担当する、専門家のことを想定家、想定家と呼ぶ。本文のデザインなどを含めた、図書設計を行う専門家のことを、図書設計家とくくる場合もある。想定、 想定は、正しくは予想い読める、意味の、想定である。書画の表具を意味する、等が好まれ、想定の略用表記、想定とともに定着している。想定は、職人間の動音による御用である。日本において、明治までは、造本作業は単に、製本と呼ばれた。明治末年頃からの出版文化の発展ともに、予想位じるという意味の、 想定が使われ始めた。想定は、予想釘打つを意味する熟語として、中国古代より存在した。1920年代後半からは、釘との連想を避けて、想定と表記することが多くなった。1946年に発表された、東洋漢字表には、と釘ともに入っていなかったため、1956年の国語審議会報告、 同音の漢字による書き換えでは、想定、想定には、想定が置き換えられることとされたが、想定や想定も一般に用いられている。大正から、昭和初期に、民俗学、民俗学や、考古学の名著を、多数余に送り出した岡書院店主の岡茂雄は、壊れない本作りにこだわり、想定の表記を好んで用いた。ついには、想定同好会の創設に参加。 機関紙書物と、想定が刊行された。岡は出来上がった本を床に叩きつけ、堅牢に仕上がっているかを試したという。岩波書店の創業者の岩波茂雄も、社長室で、出来上がったばかりの本を床に叩きつけ、試したという話が伝わっている。想定と、ブックデザインという言葉は、同じ意味で使われることも、そうでない場合もある。例えば、 書籍そのもので、と分けて表記されている場合もある。このような場合には、ブックデザインは、カバーを除いた部分、すなわち、書籍本体のデザインのみを意味する。ブックデザイナーの桂川ら順によれば、想定、大抵は、本のジャケット、表紙、本扉、帯といった外回りのデザインとのことである。13歳のハローワーク公式サイトには、以下のような記述がある。 ブックデザインには、表紙や、ブックカバーなど、本の外観をデザインする想定と、本文までをすべてデザインする造本がある。ブックデザイナーには両方を手掛ける人もいれば、想定のみ手掛ける人もおり、想定を専門とする人を想定家とも言う。ブックデザインを中心に活躍する、グラフィックデザイナーの鈴木はじめ氏は、以下のように、 想定よりもブックデザインを広いものと考えている。ブックデザインには、想定だけやる、ブックデザインと、造本といって本文まで、全部やる、ブックデザインがあるわけです。多数印刷される本のブックデザインとは別に、ヨーロッパでは、簡易製本で購入した本を、自分好みに職人に想定してもらう、ルリユールという伝統がある。 頑丈に想定されることが多いため、中世ヨーロッパの書籍が後世へ残ることに貢献した面があるほか、その技術は古書の修復にも用いられる。現代ヨーロッパにも工房があり、日本にも10人程度の職人がいるほか、一般の読書家向けに技術を教える講座が開かれている。グラフィックデザイナーなどと兼業している場合が多い。ありがとうございます。